キャンプです。はい、はい、ちょっと濡らしに見せてみてください。でこちら神田様の方ですね。はい、はい、こちらもテントにお願いします。最近ちょっと第2サイトとかで、あのダムの水位がこう下がってるからサイトよりも下に降りちゃう人がいるんですけど、ちょっとあの雨降って昨日みたいに急な雨で、あの次の日上がれなくなってジャフ呼ぶって人いるんで、ちょっとそういうの気をつけておいてください。で第3サイトとかもなんですけど、溝にあとタイヤはめちゃってジャフ呼んだ人もいるんで、ちょっと気をつけてください。で熊を見かけた時とかの緊急連絡先ですね。5時以降はレッドハウスの方が夜間緊急連絡先となります。10日ほど前もちょっと熊出てるので、ちょっと気をつけてもらって、あのゴミは持ち帰りは変わりなしなんですが、お昼とかもしっかり食料の管理だけ今お願いしてます。はい、はい、でチェックアウトの3時は変わりなし で5時になったらそこの前の道のところをコーンでゲートしてるので、出入りしたいときはご自身でゲートをずらして、あの受付してる方は出入りしてもらって結構です。はい、ただあの受付してないお友達とかの中に入れたりしないようにしてください。はい、持ち込みでボート釣りとかは特に行けなかった。あ、はい、わかりました。でこれそれぞれ緊急連絡先が書いてるのでそれぞれ待っててもらって、はい、あと今電気柵つけましたよってご案内ですね。また見てみてください。ほとんどはサイトから見えませんが一応ご注意ください。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。電気柵ついてるんだね今ね。押すなよ押すなよゲームか。押すなよ押すなよゲームか。そこ取れるなら取ったらいいよ。それか第3今行ってみるか。第3行ってみる。おはようございます。連泊ですか？いえ、今日出ます。あ、本当です？帰り教えてもらってもいいですか？あ、いいです。いいです？はい、すいません。いいじゃん。はい、先ほど僕にしようとしたら。はい。はい。これやばいしてるな。これね、ちっちゃくないこれ。決まるしょ、バチバチ。うまいよ、これ、このサイズ。いつもよりちっちゃくない。このサイズ一番うまいから。ああ、うまい。
カレー食ってる。うまい。うまいっすか。アルファ米に金のビーフカレーとアルファ米。最高。最高だね。めっちゃかっけえな。スウェーデン軍幕。うわーす。もうフル結構フルしたやつ。いやこれ継ぎはぎだらけだもん。そうだね。そうだね。ここら辺とかね。いやでもこれぐらい味あった方がいいんじゃない？なかなか自分で作れないでしょ。破れない。いいんじゃない？これ、ほら、すごいよこれ。かっこいいじゃん。この裏面のね、ここいいね。ここの張り出してるところが特別ボロボロなんだ。うわあ、すごいこれ先端とか。キモいっすわ。謝ってください。なんでよ。キモいから。いじめてる。ただ単純にキモいから謝って。いいね、スウェーデン軍幕かっこいい。ああいいね、ご飯も反射して。シェアリングスペース。
うまうまい、うん、おいしい。ピザみたい。簡単だね。USA パップテントですか。焚き火つけよう。かわいかった。みちくん。みちくん誰よ。いいっす。乾杯しましょう。乾杯。でっかくね、次。次でっかくね、これ。これだテラさんとダメだよ。さっきのと全然違うんだけど。乾杯。ちっちゃくね、それ。来るから、シュン。ちっちゃ。あー、でっけ。うまっ。ちっちゃくない？うまどうしたの？酔っちゃった。酔っちゃったの？また酔っちゃった。酔っちゃったの？酔っちゃった。酔っちゃった。酔っちゃったの？酔っちゃった。乾杯。乾杯。乾杯。酔っちゃった。酔っちゃった。すごい酔っちゃった。ないね。荷物。まばらミニマムだね。ちっちゃい。中に細かいもの全部ぶち込んで。マジで。すげえ。そっか。そっか。やば。何この入れ物。入れ物買ってけ。なんかやっぱ入れ物とかさ、おしゃれだよね。これなんか、うん、こういう風に日本で。何入れんの？キッチンペーパー。あ、何？はい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 。こう入れて、こっちにももう一本入れて、うんうん、刺すって。で、こうやってやる、自立させて、ちょっと、はぁ、あして横ね、それこれ横にするかしたら、うんうんうん、大変だよ、この辺か。絶対刺さないとね、これ横から。おぉ、おー、いいね。かっこいい。もう止まるはずな。おー、いいね。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 はあ。こういうことになるわけですね。あー、いいね。めっちゃええやん。いいね。このね。横もこっちから。ランタンもかけれる。ランタンもかけれるのかな。かけれるんじゃない？その下がちゃんとしてれば。今でも刺してみたら、そう、こういう風にやって、うん、あ、でもいいんじゃない？ええやん。これも見て。あ、してそうやってかけるんだ。あ、いいね。リンク貼っときます。すげえな、かっこいい。紹介してください。このスタンドを作ったということで、こういうのがここに引っかかるというイメージになる。なるほど。ゼロとかね。
ちっちゃいやつは ね、 いいね、完璧だよね。で下がこの穴が開いてるっていうことでペグダウン、ペグダウンすれば、あ、でここら辺はシェラカップとかかけるとか、いろいろできるようにちょっと考えていただきました。だってジージの研ぎ屋です。ここ、ね、革で全部厚くしてさ、革なんですか、革5枚、6枚か、ぐらい合わせて、結構多かごっつくして狙いとこ、こう曲がってるからさ、難しいんだよ。すごいっすね。詳しくはリンクを見てください。ちょうど、うん、そういたしますこれは上手は、はい、いいっすね。そのサイズならシティングでできる。あ、かっこいいね、これ。ひなさん、俺これ欲しいっすめちゃかっこいいくない、これ。めちゃかっこいい。ビニールで作るんだよ、すごい。あ、これネジネジして、そうそう、それもできるから。すごいね、パワーとね。あ、めっちゃいいっしょ。体重的にはいいと思うよ。うわー、めっちゃ綺麗そう。作りたい、これは。すごいわ、かっこいい。これなかなかないね、このデザインね。冬場かけてやればいけるんじゃない。すごい、目指すわ。それでもオーダーメイドできます。ジジのジジの研ぎ屋です。すごいね、これ。はい、こんな形で作りたいなと。じゃあお疲れさんでーす。えーす。はい、4回目。すげーな、4回目。飲みすぎた。飲みすぎた。焚き火、焚き火。寒い寒い。トイレ行きたいって言うからついてってやるか。いや、昨日夜中トイレ行ったんだ、2時ぐらいにね。めっちゃ怖かったここ。入れてよかった。あ、ストーブ炊いたんだ。炊いた、もう無理だった。でもオイルランタン入れるのに、うん、別にいいで、いいでげすそんな喋り方だっけいいでげすけど、ちょっとしたら朝に出るんです。ゲスゲスよねそんな喋り方だったっけ。寝袋プラスインナー、インナーとか。でも湯たんぽ使わなかった、そのまま。いや、この格好で入ったからね、あれでもね。なんかの450か、450でいいよね。450で今ちょうどいいぐらいで、多分な、今6度ぐらいでしょこれ、うん、寝た、何時ぐらい寝たんだね俺。深崎7時半ぐらいだよ。あ、マジでめっちゃ早い、ジジイじゃん。深崎はフルオープンで寝てたから2時までフルオープン。ていうかずっとフルオープンだけどね。着いた、トイレ遠いね。
まそう。うん、うまい。この量で250円ってやばくない？おいしい。巻きが多い。お疲れ様でした。よろしくお願いします。ありがとうございました。